めっちゃ余裕持って起きました。なので30分ぐらいできます。配信もね、時間がなく朝早くても絶対に30分したいっていう気持ちがあるので、もうこの時間帯で起きるんですけど、今日はめっちゃ余裕、もう言うたらね40分ぐらい配信できる、言うたら10分しか変わらんけど、本当やったら6時からしようと思っとったんやけど、なんか早くにアラーム鳴った瞬間目覚めたから配信やっちゃおうってなった。おはようございます。言うて昨日も遅くに寝たけど目覚めたすぐ。おはようです。しっかり朝からビタミン剤を摂取くさ、朝はいっぱい水が飲めるのでね、美味しくないビタミン剤を飲んですぐにごくごく飲めるんです。うわー、おはようです。今日は移動時間とかしつなラベしようっと。今日はなんかパジャマみたい、パジャマっていうかソラハが着てたらめっちゃパジャマに見える。これはコッコさんからいただいたお洋服なのに、ソラハが着るとパジャマに見える。なぜ、かまちゃんさん可愛い、ありがとう。この時間帯って外明るいのかな。何食べようかな朝ごはん。お腹すいた、うん、よいしょ。なんか冬か夏のかので朝は暗いんだよね。冬か夏の朝は暗い。あれか、はい、あ、今早くなって、明るくなってきた。よかったよかった。マジすっぴん誰。かまちゃんさんありがとう。バラバンジェラボースターさんハート、かまちゃんさんもハートありがとう。あ、暗いの冬か。前さ部活行く時とか早くて怖かった、暗くて怖かった。前で練習試合とかで早く集まる時、遠征の時とかに。飲みよくさたこありがとう。今日は折り返し地点の水曜日、頑張ろうね。あらもう仕事頑張る。今日は楽しみなロケでした。ワックワク。おはよう。デートお仕事かはメールで送るね、夕方以降に。ハートありがとう。
か?」とか言って大きい声出す。昨日配信終わった後にね、チュークリーム摂取しました。ちゃんとちゃんとシュークリーム摂取しました。自分へ の, あの首輪を首輪の ぐちゃぐちゃを解いたご褒美にシュークリームを食べました。そしてその後にタケノコの里も摂取してしまいました。申し訳ございません。昨日食べたご飯、あの鬼なんていうの、昨日食べたご飯はまずお昼、もう夕方ぐらいにアルフォートのホワイトチョコを食べて、で夜なんか甘いもん食べたらしょっぱいものが食べたくなったので胸肉を 200g ぐらい焼いて食べて、で何もその後食べなかったけど、配信終わってシュークリームとタケノコの里を食べた。甘いものしか食べていないですね、昨日は。ワクワク。シュークリーム1個。タケノコの里はね、私絶対タケノコの里、タケ、里派なんですけど、安かったのでスーパーで買っちゃったんだよね。本当だったら今日のロケの車移動とかで食べようと思って買ったんだけど、食べちゃってたよね。だから今日はいっぱいいっぱい歩くかわかんないけど、いっぱい歩いて、消費させるね。何分も大事やろうかな。朝マック久しぶりに朝マック食べたいけど、そんな余裕はない。いや多分ね、全然いけると思うんだよね。15分で配信切れば頑張って。でもそんなお腹空いてないから、今昨日の夜タケノコの外食べて、そんなお腹空いてないからいいわ。お昼絶対ご飯美味しいし、おはよう。朝マック、やっぱ朝マックする人多いよね。おはよう。あ、みんな昨日ちゃんとチェキ申し込んでくださったかな。22時59分までだったけど、あとニックネーム登録が23時59分までだったけど、ちゃんと申し込んでくださったかな。ああと決済がね、オンラインお話し会の決済が明日までなので、よろしくお願いします。からまた監視枠が増えればいいな。マモ枠なところと、あとはメイドさんの日とか他の日が解放すれればいいな。キシエちゃんすごすぎて前にでビビる。なんであんな完売しよるし、お、何開放枠すごい。メイ
じゃん。おはよう。まあでも同期がね、選抜に入ったらファンの人もやばいってなってブワーって変わるのか。それと普通にファンの人が増えたら、一時の A 期間でさ、監査枠いっぱいとかさ出すってことはさ、いろんな大人数のファンの方がいるっていうことだから、 B 期間 C 期間ってなって監査枠増えたらいっぱいなんか買ってくださる方が多いってことよね。確か枚数一人決められてるから。タウンさん、ミラさん、ハト、ありがとう。すごいね、負けてられないね、シナノ。結局はソラは皆さんにお願いすることしかできない。あと企画考えたりとかしかできないから皆さん頼りになってしまうけど、あ、そういえばですね、めっちゃ言うの忘れてたんですけど、この前のサトラブ配信した日、13日か、おとといに、いただきましたー、じゃんじゃがじゃーん、じゃんじゃがじゃーん、じゃんじゃがじゃーん。皆さんのおかげでゲットできたアイスの券、やっぱり31でした。31アイスクリームギフトカード、アイスギフトカード、アイスクリームギフトカード。吉部さん、アイスありがとう。すごい、なんかすっごい生々しい、金額が書いた紙がいっぱいあるって感じです。おはよう。何円分とか言わん方がいいよね。何円って書いたやつがいっぱい入ってました。大事に使わさせていただきます。ちなみにまだ使いません。あのミホリンからタンプレでもらったね、ハーゲンダッツのね、これも使ってないんだよね、まだ。アイスが2つもある。もったいなくて使えないや。ちなみにこのファイルは私が小学6年生か5年生ぐらいの時に家族で年パス買った時にね、あの1000円くじかなんかのユニバでね、こう地球儀みたいなのが、ね、丸いね、透明なケースの中にね、くじがいっぱいブワーって飛んでるやつがあるんですけど、それで取って
結構下っ端の景品でした。可愛いよね 3D キティちゃん。マジでこれユニバにしかないってか何年前だろう、6年5年6年7年前とかのやつだからもう多分今はないんじゃないかな。レアです。これ持ってる人多分マジお同時期ぐらいに行ったんだと思う。その近年ユニバ、お兄ちゃんがでも小学生だったから7年前とかかな。期限とかあんの？店舗あれか期限ないや。てかユニバ行きたいな。ハロウィンナイト今回めっちゃゾンビ出ますよね。行きたい。ミホリンからもらったやつも有効期限ないし、アイスは無限、アイスは永久にいつでもいける。アンナちゃんがユニバ行く人探してた。え、そうなんだよね。お互いティムが好きだからさ、アンナちゃんとユニバ行きたいねってめっちゃ話しよったんやけどさ、どんどんコロナひどくなる一方だからさ、ハーゲンダッツね、なんか期間限定の品が出てる時に買おうかなと思って。今なんか出てるのかな。じゃあ普段食べないから分かんないんだよね何が出てるか。レアチーズケーキみたいなのはなんか見たんだけど、じゃああんまそんなチーズケーキ好きじゃないしなって思ったり。おはよう。嘘、今期間限定出てる。そう、コンビニでもスーパーでも使えるんだけど、ね、この前私が行ったスーパーには、ね、なかったんだよね期間限定商品。マジユニバ行きたい。花餅のあ、餅のやつ出てる。じゃあ私がいたスーパーにはまだなかったのか。それは行きたいな。それは食べたい餅。確かに栗とかの時期か。もうきのこくるみつとみたらしのくるみ、きのこくるみつみたらし魅力的だわ。なんだそれは、すごく魅力。あ、昨日から目の前いっぱいある。やば、販売しながらそれを見よう。ハーゲンダッツ今まで何回食べたことあるだろう。初めてがチャートリと瀬戸麻薬のあの公演の時に食べて、でその次多分ありちゃんさんがなんかおごってくださったので食べて、その次が去年餅のやつどっちか食べたんだよね。栗かな、栗のやつを食べた。でも5回も入ってない。5回も食べてないかな。そんなハーゲンダッツ食べん。高いもんだって。普通のアイス3つぐらい買えるよ、スーパーカップとか。おはよう。にゃん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 、おはよう。ハーゲンダッツだって230円ぐらいじゃん。スーパーカップとか70円とかでやってるじゃん。70円80円、もうほんと3個買える。絶対アイス1個よりいっぱい食べた方がいい。質より量。あ、まあでもさすがになんかガリガリ君は私ちょっと苦手なので、かき氷とかのガリガリって感じのやつは苦手なので、ふわふわのなんて言うんだろう、バニラアイスとかなら全然量の方が好き。うん、かじるバターアイスね、食べたことないんだけど、あれ美味しいの？バターバターと油ぎっしなのかなと思って、なんか昨日ねスーパー行ったらね、かじるバターアイスはねめっちゃあったの。でもね、あのハーゲンダッツの餅はなかった。
みほりんからもらった剣をね使いたいんだけどね、勇気が出ないんだよね。かじるバターアイス食べたことない。でも再販って書いてたから、2月に激売れしたやつの再販みたいな書いてたから、食べた方がいいのかなと思うんだけど、まだ食べてない。スーパーだと70円ぐらいで売ってたよ。おいしい？ミルクの味がするの。バターの味はせんの。モナオが好きです。私モナカ苦手なんだよ、悲しい。マジ？そんな美味しいの？買っとけばよかったな。そんな別に今日いかんし。ピノのキャラメルとか出てる。でもね、昨日ねシュークリームね見たり見に、なんかこう食べたかったからシュークリーム売り場行ったら、キャラメルソースが入ってるのがシュークリームじゃなかった。キャラメル魅力的すぎる。あんまピノ買おうってならない。でもね、あのアイスが安い日があったよね、私兵庫に住んでる時に。そのアイスが安い日はなんかピノのファミリーパック、あのピーナッツバター、バターじゃない、ピーナッツバニラチョコのあの入ってるやつあるじゃないですか、あれを買ってました。雪見大福、ココナショコラ、あココナショコラはねめっちゃ見る。どこでも濃厚になったショコラでしょ。気になるんだけどなんかな、アイスってな、そんなんね最近アイス食べようってならんのよね。おはよう。マイキーが食べてたんだ。そうなんだ。充電器抜いて、あやたかの抹茶ラテいいね。ねえねえねえ、ファミマにキャラメルなくなったら、あのアイスのやつ店員さんに来た。私が行ったところにさ、もう売ってませんって書いてたんよね、シールが貼られてた。ないです、なくなりましたって言われた。だってめっちゃあれの本当に楽しみだったのに。おはよう。おはようでやんす。おはようでやんす。ユーチューバーさん、そのアイス、あれ飲み物飲み物、アイスカフェラテと混ぜるやつのアイスの森なんかさんのやつ、飲み物のやつ、あれがファミリーマートさんで本当に楽しみにしてたワクワクしてた飲み物なのに、ないですって言われてめっちゃ自信満々に、あれキャラメルの飲み物アイスでって言ったら、あなくなりましたねって言われて、アリちゃんさんも同じこと言われたらしい。その店舗だけがなくなったのかな。そんなバナナ、通販で買えばいい。違う、通販とかじゃないんで。ミラさん旗ありがとう。まだあった。あ、じゃあそのとこが在庫がなかっただけかな、キャラメルソースが。
じゃあもう一回久しぶりに行こうかな。リベンジャーズしてくるわ。リベンジャーズしてくるわ。やばいや。マンジしてくるわ。東京リベンジャーズ。広島リベンジャーズしてくる。ね、その店だけなのかな。メズで1週間前くらいに行って、そっからね、あーあーって途方に暮れて、もう行ってないから、ちょっと行こうかな。今日か明日か。なんかアクセサリーついていこう。小指にアクセサリー。東京リベンジャーズ。広島ってリベンジャーズいるのか。いないよ。あ、でもちょっと最近見てないから見たくなってきたな。リベンジャーズもうね、5話4話溜まってると思う。フラッペじゃない、フラッペはめっちゃキャラメル、ガチのキャラメルだってアルちゃんさんが言ってたから、あ、食べようってならなかった。ガチのキャラメルは苦手なんやね自分。おはよう。天気今大丈夫なのかな、どうなんだろう。あ、ブルーレイ予約した。お、ありがとう、おもにゃんさん。にゃん。わかる。シャツ、コッコさんからいただいたやつ。私が着るとパジャマに見えるけど、コッコさんが着ると様になる。皆さんハートありがとう。何時だよ、10分。そういった唐揚げくん食べたいな。タウンさんハートありがとう。マジで泣いた。泣いた。ネタでも泣いた。キャラメルのやつは発注の画面にないから、もう発注できないかもね。やっぱりそうなのか。悲しい。いマジでしけた。あのソースだけ欲しかった。ソースだけめちゃくちゃ好き。ちょうどいい甘さ。北斗のタカさん、かわいい、ありがとう。おはよう。キャラメルが、うん、ローソンさんのキャラメルのウィーンってやるやつはソースが少なくてちょっと苦いからね、あれなんやね。
飲み物コーナーに売ってるキャラメルのやつはめっちゃ甘くて美味しいんだけど、店によるってことか。スタバでもキャラメルマキアート、キャラメルフラペチーノかな。マキアートはクリームなかったよね、あれ。キャラスターはキャラメルフラペチーノを頼んで、ソースとホイップとシロップ、キャラメルシロップとソースを追加して、で氷少なめにします。私氷が多めだとなんか最後すごいジャリジャリだから、氷少なめでって言って氷少なくしてもらいます。ローソン派？みんなお話し会決済よろしく。スタバ、ソラもアイドルになるまで飲んだことなかった。おはよう。ではそろそろ終わろう。13位ひるやすみさん、12やすべーさん、じっちほくとんたかさん、10位のみおくんさん、9位ゼロニャンさん、8位たまくにさん、7位帝国さん、6位もびさん、5位かまちゃんさん、4位アルフォンセさん、アーフォンさん、 iPhone ではない。3位ヘルムビーグさん、2位ミラさん、そして1位はタウンさん、ありがとう。アルフォンスさん、ありがとう。では今日お仕事頑張ります。誰とお仕事でしょうか。今日はロケの優雅マジで楽しそうだった。台本見たけど、それが嬉しい。ピアもね、喋りやすいメンバーさんだし、ワクワクドキドキ YTV ですね。配信ありがとうございます。こちらこそ。 iPhone ね、 iPhone ね、13 じゃない、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 か、伸ばすだ。30だったら30だよね。13今日の15時だっけ、日本時間で15時に発表ってトレンド入りしてたよね。だからちょっとワクワクですね。自分は買わないと思うんですけど、買うってなって、この携帯は半年ぐらい、11月か12月に買ってからだから、もう全然使ってないもん。お母さんとかが新しく買えるから。でもお母さん SE 買ってるしな。うちらに品抜きには関係ないです。新しい iPhone では終わります。ありがとうございました。また遊びに来てください。バイバイ。